えっとただいまご紹介いただきました佐藤でございます。えー、まあ考古学やってるからって体がでかいわけじゃないんですけれども、<laughs> あの考古学。 半分ぐらい体が必要なので、えー、自信のあるる方はぜひですすね高校学に、えー、来られることをおすすめします、えーえー、今日はですね先ほどちょっと学部長からもご紹介したと思うんですけれどもほとんど高校の教科書ぐらいでちょびっとだけ出てくる旧石器時代というお話をですね中心に日本のですねでどういうふうに人が現れたかというですね 日本列島の歴史の最初の話を少ししてみたいと思います。おそらくあ小学校の教科書とかはですね。全く触れられないですよね最近、縄文時代も教えるようになったということを聞いておりますが、十数年前はですね。縄文時代すらなくて、弥生時代の農耕から教えるというかなり、めちゃめちゃな <laughs> あの歴史教育が行われていたんです。けれども、でまあ、中学で少し。 トピックス的に触れられると思うんですが今高校ででもわずかですよね、えー、まあそれはあの昔からあんまり変わってないんですけれども実は今日のお話は基本的にはですね日本で日本列島でまず人がどのように出現したか、まあ、現れたかあの皆さんご存じだと思うんですけど日本列島で人は生まれてませんからね。 現すべての人類はアフリカが起源であるということは定説でございますので基本的には外から来ているでその状況をですね少しお話ししたいなと思います、まあ、大体最新のです、ね、データを使ってどのようなことが分かるかというお話ですが今見ていただいている地図はですね、まあ、こちらが日本列島の図ですけれども、まあ、現在の図ですけれども赤い点が遺跡旧石器材の遺跡の場所です。 えー、これが多いのか少ないか直ちに皆さん方にはよく分かんないと思うんですけれども大体ですね今実は日本で、えー、登録さ遺跡って登録制なんですよね、えー、これは登録されるんですけれども46万箇所ぐらいあります全て現在戦績考古学まで入れてですね そのうちまあ1万4,500箇所なのでそんなに多くはないというふうにお考えかもしれませんが世界的には突出して多いですこれは当時の日本列島にたくさん人がいたのかというわけでは多分なくてですね他の国々ではですねこれだけの調査がされてないというのが一番大きな原因かと思います。日本はははででですねその上ではそのの上意味では考古学 とかですね、まあ,あの行政的に言うと埋蔵文化財と呼んでますけれどもそうした調査が世界でもほぼ最も進んでいる、えー、地域の一つなので、えー、考古学は非常に面白いんですねでここであの大体あの、えー、皆さんの大嫌いな年代がいっぱいあの並んでおりますが、えー、まあ,あの後々お話はあいたしますけれども、えー、大体まあ,あ私の意見ではですね日本では7万年ぐらい前から 最古のの人類のが現れるという,ふうに考えております、えー、皆さん方の人類学に興味がある方が多い,か多いと思うんですけれどもその場合は大体人骨ですよね、えー、人骨の化石、まあ、人の化石でえ議論をしますので、えー、こういうお話はほとんどないんですがあら,たあ,のあらかじめ言っておきますと日本の日本列島のこの今通じに現れている範囲ですね、えー、沖縄を除きますけれども そこかから旧世紀時代の人痛は1箇所しか発見されておりません、えー、浜松市にある浜北人というですねこれ1万8,000年ぐらい前の時期の人骨なんですけどそれ以外ないんで人類学的に語ることはほぼできないですねですからこの時代はまあ考古学が独壇上であるというふうに言えると思います。 でえーまあ、旧石器時代は一応前期・中期・後期と分かれるんですけれども、まあ、それをは、えー、あまり詳しくご説明しませんが石器時時代代という時代がありますでこれは大体世界的にも4万年ぐらい前が多いんですけれどもここから我々人類我々人類ホモ・サピエンスですねが出現すると考えられています、えー。この時代がですね、えー それ以前の中級石器時代っていうのは非常に実は遺跡が少なくて、えー、現在日本では数十遺跡程度しかわからないですおそらく確実なのは1 5六6の遺跡しかないんですねそれに比べて高級石器時代以降はその14,500箇所のほぼ全部が高級石器時代にあたるということでこれは我々ホモ・サピエンスの歴史の始まりなんですね。ですからまあ大体日本列島の歴史って3万8千年ぐらい前。 と考えればいいんですが、試験に出るとは思えないので <laughs> 覚える必要はないだろうとは思いますけれども、大体この時代であるとあいうことになります。ちょっと縄文時代というのが入ってますけれども、実はあの日本は少し得意なところでですね。あのこれも教科書的なお話ですけれども、大体旧石器時代のあの人々がいた時代で評価時代ですね。 今からすごく寒いとあとで氷河時代の実態を少しご説明しますけれどもそれはあの実はここに書いてある年前っっっててて国際的に決まるるんです大体かってるんでですす大体かねこれは全世界的な気候変動なので普通はそこまでの時代氷河時代を旧石器時代と世界的には指すんですけれども日本ではですね縄文時代の最古の土器 1>, 1万6,000年前に出現してますので実は氷河時代のですから旧石器時代の時というですね実は人類の歴史の上では非常に不思議な時代になります。それは少し細かい話なので省略しますけれどもとりあえずこういう数のデータがあるのでいろんなお話ができるということですね。 それで先ほど少ししししお話話がしまました古気候というです、ね、話をします今日ののお話の要点はです、ね、今あの皆さんが暮らしている縄文時代以降これ「関心性って地質時代で地質通学的には呼ぶんですけれどもこの時代は今日みたいにですね暑くて湿度が高いそして海洋性気候であるというのが日本列島中の気候なんですね。それに対して氷河時代っていうのは全く違います。 つまり旧石器時代の人々、日本列島に最初に人が現れた時代というのは全然気候が違いますと、ああいうお話を紹介したいと思います。で、それはなぜでしょうかという話もありますが、まずそこから考えていただくということだと思います。えー、少し、えー、したかって少し難しいお話があるかもしれませんけれども、まあ我慢して聞いてください。えー、まあ氷河時代または普通氷期と呼ぶんですね。 氷河期とは言わないんですけど氷期とか氷河時代と読みますが、えーまあ、全球的なまあ全球的だとかグローバルって訳すと本当は全球的って訳すんですけどな子気候変動でありますダンス画同士画サイクルっていうのがあるんですね、えー、これですねこのギ,ギザギザの、えー、気候変動曲線のことを言います、えー、ちょっと難しく言うと短周期気候変動 と言いますけれども要するにあの非常に短い間隔で、えー、こっちが寒いですねこっち側に寄ると寒くなってこっち側に来ると暖かいということになりますから非常に短い間隔で、えー、寒暖の差が繰り返される非常に不安定な気候です。でプラス実は寒冷もありますけど乾燥しているというのが一番の特徴ですね、えー、これ現在ですね。 現在いもう完全に右側に触れてて、えー、一応ギザギザはありますけれども基本的には実は実安定してるんですでここが11,700年前の、まあ、気候回復期と呼びますけれどもそこからずっと実は安定してるんですねこれをお見せしている理由はこれを覚えろという話ではありませんが氷河時代非常に長いことですね えーまあ、これちょっともう一ついくとここに現世人類ホモ・サピエンスが出現した時期日本列島にいたのはここなんですね。えー、一言で言うと気候がが変わったたから日本に人が出てきたといいうのはは簡単なな話でで多分ないですねここからもう歴史的な要因が始まるので、えー、基本的には非常に寒い時期の中の寒暖の差激しい時期で現在1万1,700年まあ1万年ぐらいですね。 非常に安定している時期なんですね。我々から見ると。ですから今日あの最近異常異常気象とか言ってますけどどこがだという話で異常気象ってこういうのね。でこれは実はこれ以前にですねこのように暖かい期間が1万年続いた1万年以上続いた時期があるんです。実質時代はそれは12万年前です。12万年前にやっぱりこういう暖かい時期があってそれ以降 ずっとこれです。1万年前まで。えー、ですから、えー、そろそろ1万年経っているので、これに戻る可能性もないことはないです。そうすると、あのかなり大変な時代になりますよね。異常気象という話ではないです、えー。この辺の変動を見ると、50年ぐらいで年平均気温が10度ぐらい変わります。一気にあの東京が、あの札幌とか仙台になるのね。2、3年後に。 という変動が来てその次に沖縄ぐらいになるというようなことが起こるのでこれが実は普通の地球の環境変動なんですね、えー、なのでなかなか議論が難しいというところがあります、えー、そして、えー、原生人類はその中の一番寒い時どっかのタイミングで来ています、まあ、この細かいことはちょっとご説明しませんが時間がなくなっちゃいますのでこれはハインリヒベントという寒い時期なんですけれども でこれを見ていただくと分かるようにここが旧石器時代でここが縄文時代早々期と呼われている土器が出る時代ですがここも非常に寒い時期です。古、え、旧、ー、石器時代の前半期というのは実は相対的に温暖だったというふうに言われますが見てお分かりのようにこれ温暖化寒冷化って一言言えないですよねぐちゃぐちゃですから。でもなんとなくここ,よりこ,こはずっと寒いのがつながっているので。 後半段階はこの辺がすごく寒いんですね寒い時期は長いでこのこ辺りのやや寒い時期が続いた時代を最終小期最寒冷期って呼んでますこれ LGM って言うんですけど、まあ、ラストグレーシアル・マクシマムの訳なんですが、まあ、こ,れこの辺が一番寒そうなのでこれをですね使って世界的には時期を退避するというようなことが行われてるんですね。 で実は縄文時代の最初の時期っていうのは非常に寒い時期とあったかい時期が目,あの目まぐるしくう触れますそれを期と呼んでますでこの後に縄文時代の早期以降になると安定した非常に安定した湿潤温暖湿潤気候つまり現在の気候に変わるとああいうことになるんですね。 まあこれがあの一言で言うと突然かつ急激な気候変動と呼ばれている時ですこういう時期に我々の祖先は日本にやってきているおそらくアフリカからいろんなルートを経由してくるわけですねそれはまた後でお話します、えー、で当時の地理的環境というお話をしますが基本的に寒暖の差は激しくてもですね、えー、基本的には氷河時代ですから陸上氷河は分かりますよね。 えー、一時説明申し上げませんが氷河という形で、えー、大体ヨーロッパ北部現在のですね例えばイギリスとか,からスカンジナビアからドイツ北部は全部氷河の下です、えー、旧石器材はね。えー、でそういうところに水があ全部氷で閉じ込められておりますので、えー、海面が低下するわけですね。で一番大きかった時は大体1 4 0ー,ーぐらい低下します。 でえー、少なくても1 0 0ーということになりますと実はそこのくくってあるように、えー、北海道は半島ですアジア大陸からサハリンとつながってく、えー、るわけですねそして北方四島の国後、ね、フまで一つの島になります、えー、ただし津軽海峡はありますこれは存在してますすごく狭いですけど十数キロぐらいですね えそして広本州島といいまして、九州四国、本州は一つの島です。瀬戸内海ありません。瀬戸内海は浅いんですね。百メーターよりも浅い。えこれ整理するのは、縄文時代早期以降になります。まあ、詳しくは、ちょっと避けますけど。で、もう一つは、えー、まあ沖縄、琉球諸島ですね。という三つの単位から、なってます。えー、ここにトカラギャップとケラマギャップって書きましたけど、これはあの、実は。 1 0 0 0ル以上の深さを持ちますので、えー、それほど大きなあ、まあ、非常に深いということですね。で当時少しあの島の領域は拡大してますけれども基本的には地帯、えー、です、えー、なぜこれをせあのご紹介するかそれで朝鮮海峡あります、えー、基本的に、ね、ここも数十キロしか間ありませんけれども存在しているんだと。えー、つまり 現,世現代人私は現世人類と言いますけれどもホモ・サピエンスが到達した段階の,途中あの日本列島は江本州島と江北海道半島と江琉球諸島の3つから成り立っているえということが非常に重要で実はここに書きましたが日本ののの歴史は最初からこの3つの地理的単位で展開しますえ今日ですねいろんな言い方をしますけど北の文化中の文化南の文化というような言い方をするんですね。 そのまち北海道半島の地域、これアイヌ文化とかずっと展開してきますがで、中の文化っていうのはこの本州島のことを言います。で、南の文化って九州南部から入れる人もいますけれども、基本的にはこの地域ですね。えー、琉球諸島から、えー、まあ九州南部からですね、琉球諸島全般にかけてを南の文化って交差する強あの交差することが多いんですけれども。 これはよくあの歴史で皆さん習ってるかもしれませんけれども現在皆さんが歴史で習うのは中の文化の歴史ですよね基本ね。で、えー、我々学会は北の文化と南の文化も教えろと言ってるんですけれども受験勉強量がだからなかなか抵抗があるんじゃないかと思うんですけれどもこれはこれが一つの理由なんですね。最初から 日本人は、日本の文化、まあ、日本列島の文化っていうのは、三つの地理的単位。を原因として発生していると、いうことになります。ここではですね。え、二つの地域、ちょっと琉球の方は、まだここまで。え、きれいに並ばない、え、ですね。実は琉球はちょっと複雑なんです。実は沖縄本島と、先島っていう台湾に近い方のね。諸島では文化が違うんですよ。それを書くと、すごく大変なことになるので。 ここではですね、広北海道半島と広本州島の文化変遷を書いてます。まああの全部覚える必要はありませんが、えー、まあ地質年代では更新世間期ですね。で寒い時期、最寒冷期と板氷期がここにあるってことですね。これは非常に温暖な地域です。で実は世界的にあのこの時期の時期を対比する、ね、MIS というのを使うんですけれども、えー、これ。 えー、マリンアイソトップステージというですね海洋酸素同位体というステージなんですが別に覚える必要ありません、えー、これを使って世界的に時代を合わせていくと、えー、人類700万年の歴史なので、えー、どのぐらいの時期ってい、ね、うのは MIS の5とか8とかですねそういうので合わせていくんですけれども、まあ、それは結構だと思います。で問題なのはその日本列島やはり旧石器時代の開始は北海道と広本州島でも違います。 北海道には中級席でありません。で、原生人類の到達もちょっと北海道の方が遅れてます。え、そして北海道には何より縄文時代の操装機ありません。やっぱ寒いんですね。で、縄文時代は一応共通するんですが、これ縄文時代の考え方の問題があるんですけれども、弥生時代以降は北海道には弥生時代はありません。つまり農耕はないんです。 北海道において農耕が始ままるのは明治時代以降ですね、まあちょっとそれ問題があるんだけれどもあの農耕というか耕作ぐらいはあるんですね畑とかあの薩摩とはホーツクにもありますけれどもしっかりとした農耕文化弥生のような農耕文化は明治以降になるんですね。ですからここはもう歴史代は全然違うというのが基本です。でこう見ると今までの,あの日本文化論って縄文は共通だ。だから その後で分かれたというのは議論が一般的にされるんですけど嘘ですねこれ縄文時代の捉え方に問題があるのであって実は縄文時代でも北海道と本州は全然違うんですよ、えー、で、最初から違う、えー、ということが問題琉球はもう全然違いますもう全然これこれと対比できない、えー、ですね縄文時代もごく一部しかない間髪しかないとでここはもう全然違いますねグスク時代とか 琉球王朝時代が続きますので全然違ううということになりますでこういうのは実は今言ったような地理的な背景でそういったものを特徴として成り立つんだとつまり環境ですね、えー、ですから江北海道半島っていうのは大陸と最初つながってましたので、えー、大陸と共通した文化要素が旧石器時代にはどんどんやってきます。えー、そして江本州島は 狭いとはいえ海峡で独立ししたた一つの大きな島でしたですから列島独特の文化予想というのが2万年以上続くわけですねそれが後の縄文時代以降を規定します。で皇琉球諸島はやっぱ暖かいんですね気候環境は全然違いますので南方的な文化予想というのがずっと続くと、まあ、これが後の歴史的な変遷を支配するということですね。 で少し、えー、細かく言うと時間がなくなっちゃうから少し急がないとだめですね。と、えーえー、いうお話をですね少し簡単にします、えー。現在の先ほど言ったように「関心性」1万年ぐらいというのは海洋性気ですよねこのくそ暑い湿度の高いのはこうなってるからですねこれ黒潮ですよねから暖流、えー。そうですね これが周りを取り囲んでいるそれに対して旧石器時代まあだいたいこのぐらいですけれども、それはもう全然暖流が入らないんです。こちら側にこれは先ほどご説明した地形的環境、地理的環境でお分かりですよね朝鮮海峡とか津軽海峡は非常に狭いので、本格的な海流は入りません。そうするとどうなるかって言うと、それから黒潮も少し起きなされるんです。で、これはあの会計陸域が広がっているっていう理由なんですね。 そうしますと大陸性のですね寒冷乾燥気候がここを支配します。つまりここは日本列島は現在は大陸と全く違う大陸乾燥ですよね。えー、ですが旧石器時代は基本的に乾燥なんです。乾燥して寒い。えー、それが今日のあの植物とかですね動物との今日との違いというものを非常に顕著にします。ちなみにこれが流れ込むから。 1>, 1万年前だとまだあまり流れ込まないんですね日本海に暖流が流れ込むから冬にいっぱい雪が降るんですねですから多雪地帯の形成日本海側のが、えー、雪がいっぱい降るっていうのは今から7000年前にできますそれ以前は雪降らないです日本列島は乾燥してるんですねそう、えー、するとそういったあ雪に影響された文化我々の立場が来るとたかだか7000年しかない おそらくものすごく長いと考えている方もいらっしゃると思うんですが、旧石器時代の研究者から見ると非常に最近であるというふうに考えています。で、それを反映します。で、これがあの当時の陸域の形ですね。こうなってます。で、えー、現在の、えー、そうですね。現在この辺の植生 これはあの暖温帯落葉紅葉樹林とか常緑紅葉樹林といいますけど要するにあのいつも冬もですね緑であるとかあるいは秋に落葉をする暖かいものというのは現在の関東地方はそうなんですね。でえまあ西日本から東日本の多くはこ,こ,これですけれどもまあこのぐらいまでそうですねこの点々のところ。でこれは当時ですねここの南岸に張り付いているだけですで。ここの地域 この点々の書いてあるところね、これは、えー、実は、えー、そうですね、温帯針行コンコーリンと書いてありますけど、なんだかわかんないですから、これで現在の北海道の東部ぐらい、あ西部ですね、札幌とかあの周辺のあの美しいですね、ビエとかね、あの辺の丘を考えればいいんです。これは西南日本九州まで全部そうです。で、えー、もう一つここにあるのは。 これは「関温帯信用樹林」って書いてありますけどこれは現在日本にはありません現在のロシアムールガー流域に近いいと呼ばれているものですこれなぜかっていうと当時乾燥してたからですね大河は日本にはないんですよ湿潤だから。これということがすごく重要なんですねこれ全然違うロシア極東の環境でこの辺になるともうツンドラに近いですね 非常に寒い葉樹林帯ですグイマツとかね専門的に言うとそういう現在ないマツになりますけれどもそういったものから大事なのモシベリア南部ですねというような気候環境になります。これは何を意味しているかというと植物食はできませんということですね。植物当てになるものはないので自然的に動物を食べるしか手がないということになりましてえ 当時のですね動物のお話を少しだけしておきますと、えー、当時ですね、えー、日本列島はマンモスとナウマンゾウに代表される二つの動物群がありました、えー。この黒いところがマンモス動物群で薄いところはナウマンゾウの動物群です、えー。ここに書いてあるようにまああんまり詳しくは言いませんけれども、基本的にはマンモス動あのマンモス動物っていうのは当然あんまりたまに海渡ってきますけれども死体は海渡れないので。 基本的には陸がつながってなきゃいけないわけですねで、広北海道半島はずっと1万年前まで陸がつながってますからシベリアから、えー、来ますナウマンゾー動物群は実は朝鮮半島経由の南方系なんですけれども朝鮮半島は最後に陸接期って言いますけど朝鮮半島と日本列島がくっついた広北海道島がくっついたのは一番最後で12万年前で、確実なのは32万年前と考えられています ですのでそのまでに高温州塔に進陣してきたであとは寒い時はマンモス動物が南下してあったかい時は北上するということになっております。先ほど言ったように非常に気候がですね、えー、寒かったり暖かかったりするということを繰り返しますので動物も動くわけですよね。で動物に依存している当時の人々っていうのは当然それに合わせて移動していくというような生活を送ります。 それが大きな動物群がいなくなるのは実はちょっとめ難しいですけれども先ほど言った一番寒い時期 LGM の直前で広報州島はいなくなります。で北海道半島は2万年ぐらい前にいなくなるんですね。なんだかこの辺からこの辺まで来ることはよく分かんなくなりますね。年代を覚えなきゃいけないんで面倒くさいんですけど要するに九世紀代の中頃に実は大型動物を絶滅します。昔はこういういナウマン像とかですね ヤベオトノシカとか、これは原始あのヒラジカですねで。バイソン、バイソン日本にいました。えー、ついに2万年前までですね。それからこれは原始牛と呼ばれているものです。これは非常に大型の鹿ですね。こうしたものが、えー、いなくなります。これはあの基本的に本州のものですね。広北海道半島じゃなくて広本州島の動物群で、ここからですね、えー、大型動物が絶滅すると。 ということを差し引くと、これは現在の動物です。なんかすごく実は我々から見ると大型動物はいないですね。えー、まあせいぜいシカ、えー、とかですね、カモシカ、イノシシでこれはオオヤマネコです。オオヤマネコは縄文時代の後期までいたんですね。えー、この辺にいっぱいですが今いません。多分ですね、えー、縄文時代から弥生時代以降に絶滅する。 ああいうふうに考えられるんですね山猫結構いっぱいいるんですよね、えー、歴史代にだいぶいなくなっているということがわかります、えー、で結局はこういう状況になっているということなので、えー、先ほど言ったように植物資源は当てにならない、えー、寒さなわけですからだ当時は動物資源に依存する戦略というものが非常に有利でした、えー、本来でしたらここからですね、えー、どじゃあ当時の人々はどんな飼料をしたんでしょうという話しますけどそうすの えー、石器の話とかですねいろいろ面倒くさい話をしなきゃいけないので今日はですね省略して、えー、少しですね、えー、原生人類のの拡散という問題をを少しし最新の研究をご紹介しておきます、えー、っと先ほど言ったようにホモ・サピエンスが日本列島に現れたのは現在の,現在の遺跡の証拠から見て3万8,000年前なんですね。でそれは世界的にどう考えられているかというともうほとんどアフリカ起源であると。 といいうここはは定定説って言いますすかほぼ決定的でれ遺伝ですね遺伝学とそれから考古資料を使って、まあ、こういう矢印が書かれてるわけです、ね、これテレビとか雑誌とか新聞とかで見ていらっしゃると思います。で有名なのはこのオッペンハイマーって人のですね学説なんですけどこれは遺伝学説。 えというものですね。あの細胞に入っているミトコンドリアという DNA のですね、えー、を使って、えー、まあこれ考えてるんですけれども、えー、ちょっとだけ問題を言っておきますと、えー、この遺伝学説の一番の問題点は、基本的には現代人のミトコンドリアを使っているということですね。えー、意味はお分かりかどうかあれなんですが、現在現在いる民族の ミトコンデリアラ DNA を使ってますのでじゃその人が何人かって自己申告です全部あの実は民族とかですね何とか人と呼ばれてる民族っていうのは科学的に同定する手段はありませんあったら大変なことなんでしょう、ね、自主差別になりますからねそんなことはありえなくて自己申告なんですねで、えー、もう一つはこれは現在いる民族の人たちがずっと前もそこにいたっていう前提のもとに書かれます えー、人は全然動かないのかという問題が残りますのでそこからの推定だという問題ですね。でもう一つは高校資料を遺跡を使うとどうなるかということなんですが当時2000年代初頭ぐらいですと大体、えー、実は人は南,に、ま、南回りで来るってこの南回り説というのはここなんですね。インドととかかオーストラリアに入ってくる人だから北回りというのは このどうしてもチベットを越えられないのでチベットの北側を回っていきますとでこの連中は新大陸に入ってくるという考え方なんですが北のの方方がが遅いで南の方が早いとい南早とううふうに考えられてました、えー、なぜなら現世人類はアフリカ起源だからあったかい方に適応してるはずだというのが一つの理由ですね。えー、で少し詳しくやりますと最近の学説です一番新しい学説になりますとこれあの我々が 科学博物館でやったシンボルジウムの結論なんですけれどもえ北回りも南回りもですねこれあの遺跡のデータから信頼できるデータを集めてみるとえこのインドからですねオーストラリアにかけても大体4万5千年前から4万年で北側えシベ中アジアからシベリア南部中央北部まあ中央北部でも東北部なんですけどねにかけてはよ大体4万5千から4万年前です。 経営ってキロイヤーですね1000年という意味ですねで、日本はこの辺は少し遅れます日本列島と韓国朝鮮半島ですねそれから実は中国北部ですこの辺はだいたい4万から3万5千年ぐらい前というふうに考えられるのでどうもですね北も南もあんまり変わらないらしいで、一番我々にとって今問題なのは 日本列島はじゃあ北から来たのか南から来たのかというのが問題になっておりましてかつては南の方が早いんじゃないかという議論をされてたんですけどどうも最近ほぼ同時という可能性が出てきましてじゃあどっちからかなというのがあ今のですね研究がの最先端の問題になって、まあ、私もやってますけれども今インドの調査をしています。 つまりこの段階で、えー、日本列島に最初の人類文化が形成される本格的な人類文化が形成されるということになりますねで、それはなぜでしょうという話を少ししておきますここ少し細かいので、えー、あまり、えー、詳しく言いませんがそれ以前の人類っていうのは当然あの猿人、遠人、求人,人と言われているですね、えー、まあ猿に近い人と言っちゃ失礼だけどこれ人類学の定義の問題になりますけれども、えー、いわゆる 中期旧石器時代って先ほど申し上げましたがこれは基本的にネアンデルルタール人の時代なんですねでそういう人々以前の人々ですねあるいは原人と呼ばれているホモエレクトスの時代の人々が持っていなかったものというのが現世人類型行動と呼ばれてます、まあ、ちょっと石器の技術の話がありますが一番わかりやすいのは象徴行動とか芸術品ですね。 つまりあの要するにペンダントとかですねいろんなものが出てきたりヴィーナス像が出てきたり洞窟壁画が出てきますあるいは各種のソーシングですねそれから後でお話しますが認知能力が拡大したろうううといいうふうに考えられていますこれはなかなか認知能力の拡大って考古学的な資料で調べるのは非常に難しいのでこれは学説解釈の問題になるんですけれども。 考学的にわかりやすいのは六番と七番ですよね。人口増大。これは遺跡の数が爆発的に増えます。そして資源の利用の仕方が変わるとかですね。それからもう一つは埋葬が出てくるんですね。こうしたものがあります。そうするとこれが世界的に原生人類型行動と呼ばれているものがあるので、列島ではですね、このうち遺跡数が先ほど言ったように3万8千年前に爆発的に増えると。 それから石器の作り方というのが企化してきますそれから遠距離石材という良い,い石材を使うようになります。もっと重要なのは計画的に行動するようになるとこうしたものはですね。各種の遺跡の証拠から明らかなんですけれども、それが劣等の共通する原生人類型行動ですね。世界とで独自なものとしては、は後で紹介する皇術馬さん、黒曜石の利用という海洋渡航の問題があります。 それから丸く集落を作る環状集落とかですね人物、えー、を磨いた石の斧とかですねあと落とし穴量があるんですが実はあ皆さんがよく知っているですねラスコーの洞窟壁画とかですね、えー、マンモスの像とかですねそういうのは日本列島にはありませんというか東アジアにはほとんどありません。これおそららくですね、えー、ないから あのちょっと能力が落ちるんじゃないかという人もいますけどそうではなくてあの基本的に東アジアって木の文化骨の文化なんですよね、えー、ですからそれで作るとなくなっちゃうということが基本だろうと思うんですね。それに対して、えー、そういったものがほとんど利用しにくいですね,そうですねあのヨーロッパなどではですね、えー、あまり木を使ってないということがあるということもあります。 でえー、基本的にこの重要なことは芸能人類の出現の一番重要なことはですねそれまで世界中はあのいろんな種の人類がいたんですね複数の種で動物とか生物学的にはそれは当たり前なんですね一種類しかいないってことは極めて絶滅の危機その種社会が、えー、直面することになりますけれども人類だけは実は世界中芸能人類ホモ・サピエンスただ一種です全て。えー ところがそれ以前原生人類がですね世界を制覇する以前はいろんな人類がいたんですね。で先ほど言ったように10万年ぐらい前にアフリカを出たとあるいは6万年から5万年前という人もいますけれどもそれ以降急速に世界中に原生人類が広がっていってその後原生人類だけになったということが分かっています。ですからこれはなぜそんなことができたんでしょう いう解釈で最も有望な解釈は認知流動性と呼ばれているものですね。この辺は私受け売り受け売りです。ほとんどわかりませんので、認知理学というものの仮説があるんですね。これ有名なマイズンという人の説なんですけれども、まあチンパンジーとかですね。これ初期のホモ族ですね。それからホモエレクトスでこちらがこの辺がネアンデルタールですね。 でこれはこれから現在のホモ・サピエンスですね、まあ、外あの人骨の形はどうでもいいと思うんですがこ,ここですねこれモジュール説っていうのがあるんですね、まあ、心理学とか、えー、大学でやられたりすると分かると思うんですけどモジュールって機能の単位なんですよね。えー、で、えー、ちょっと詳しくは説明しませんけど彼の考え方は知能は大体博物的知能それから社会的知能技術的知能 から一般知能、言語などのあの機能的なモジュールから成り立っているというふうに考えるんですね。で、重要なのはそれはチンパンジーもあの古代の人々も現代の人々も全部持っているとモジュールはね持っているということで。そういう能力がある。能力ないと大変なことなんですね。チンパンジーに社会的能力なかった、何もコミュニケーション能力がないという話になりますから、群れ社会は作れないですね。 ですから何らかの知能は絶対モジュールは全部あるけれども大事なことは認知流動性というですねそういったモジュールが、えー、なんていうんですかね、えー、分立していないつまり別々になってなくて全部全てを動員できる、えー、というものが非常に重要なんだという考え方ですねこれ心の理論と呼ばれてます。ここれれいいろろんななとととでで現在使われててますねで心の理論一一言,で言うと一番人類にとって重要な ことは他人の考えを理解できる力ですえ。つまり人が本当に理解はできませんよ。でも他の人コミュニケーションを交わすですね。他の人は何を考えているのかなって大体類推できますよね。えじゃないと会話が整理しないとか、えー、チャットもできないですし、SNS もできませんよね、えー。その短い文章で他人が何を考えているかって類推できるわけですね。 でこれ皆さん普通にやってると思うんですけれどもおそらくこれが獲得できたのはホモサピエンスだけだけろうとそれ以前の人類はできなかったでこういうことができると過去や未来を推測する,ことができるしたがって未来,を未来のです、ね、予測能力ができるからコミュニケーションも活発になるこれによって人類社会というものが形成することができるようになったのでそれが持っていない ネアンデルタール以前の人々とのは、これは競争にはならない、完全に吸収しているというふうに考えるということですね。これが今一番有力な説です。で、ちょっとだけ紹介します。これあの、えっと現在のですね、え、皆さんがいる関東地方の遺跡のところを拡大したものです。いっぱいありますね。これあの、開発を こういうようですね反映してるんですねこんだけ開発があったとあ事前に発掘しますからでこういうものが、えー、石器のですねずっと変化していくということが分かってますこれ神奈川県の例ですけどこれ各地でで全部分かってるんですね、えー、でこれ細かい話してもつまんないですよね石の形がこう変わったというのをやってもしょうがないんで今日ちょっと話したいのはこの段階にですね3万8,000年前神津島産の黒曜石っていうのを使うようになりますこの辺の人たちは。 関東東地方東京都もそうですねで神津島ん黒曜石と、えー、いうのはですね、えー、ここにあります神津島って伊豆市島ですねで、えー、現在実は水没海没しちゃうような島なんですけど当時は1 0 0ー以上海面下がってますから行けるんですが当時も黒潮流れてるんですねここね、えー、ここを流れて現在も黒潮流れてます。でここは、えー 海面がが低下しても陸につながりません最低でも5 6 0キロはあって黒潮の中をこ行かなければいけないということでこれ実は 38, 年前に計画的海洋渡航をしていいるととうことが非常に重要なんですねあの海洋渡航って偶然行くっていくらでもあるのねあと一方通行っていうのはいっぱいあるんですけれどもこれ帰ってこないと意味ないですね黒曜石という石をこれ石器の材料ですからそれを取って持って帰らないと意味がないですね。 ただ行っただけではしょうがないんで持って帰ってきてそれを石器の石器を作る材料にするとあいうことが重要です。で、こうした世界最古の本格的海洋渡航は実はオーストラリアの例が最古なんですけれども、えー、日本ではですねそれに並ぶような非常に古い段階にこういうのが行われているとあいうことがあって、これがあの3万千年前になりますので、えー、先ほど説明したような理由から。 確実に原生人類であろううというふうに考えられるとということですね、まあ、そんな非常に雑白ではありますけど時間を超過しちゃいましたのでこれで終わりますが最新のトピックスです。今年の4月に報告書3月に報告書を出したんですが石垣、えー、と沖縄県の石垣島の白、ね、サ雄ネタバル洞窟遺跡というところから旧石器材の人骨が1,000点以上出てます。 で、人骨も何体か出てて、え、二万七千年前の人骨というのが出ました。で、これ、今年少し報道されてるので。ご存知かもしれませんが、こういう格好でですね。えー、急性期遺の人骨、まあ、要するにお墓ですね。が、見つかったということで、ようやく日本もですね。え、こうした事例が見つかるようになったという話でございます。ちょっとトピックス的で通っちゃって申し訳ないんですけれども。え、以上でございます。 どうもご清聴ありがとうございました。